次に笠井明君。笠井君。日本共産党の笠井明です。冒頭、昨日の衆議院本会議での秘密保護法案の採決強行に大きな憤りを持って強く抗議いたします。とりわけ、日本国憲法の国民主権、基本的人権、平和主義に反して、特に、外交を扱う党委員会にも直接関わる機内の悪法は廃案にする以外にないことを改めて強く主張するものであります。同時に、こうした中で本日の委員会が各党間の協議が整わないまま、合意がなく委員長の職権で開催されましたが、このような事態が決して繰り返されてはならないと強く申し上げたいと思います。そこで今日は、去る11月8日のに続きまして、原発輸出問題について質問いたします。安倍総理は先月末、トルコのエルドアン首相との会見、共同会見で、原発事故の経験と教訓を共有することで、世界の原子力安全の向上を図ることは日本の責務だと述べられて、改めて原発輸出を推進する姿勢を強調されました。そこで岸田大臣に冒頭伺いますが、トルコは申し上げるまでもなく、世界でも有数の地震国であります。過去半世紀の間に1000人以上の死者が出た大地震が7回も発生をし、そして1999年8月に北西部で起きた地震では、約1万7000人が死亡したと。そのために翌年7月、当時のエジェビット首相が悪久原発の計画を白紙撤回したこともございます。福島第一原発事故、東京電力の事故の直後には、ギリシャの当時のパパンドレウ首相が、エルドアン首相にトルコの原発計画を中止するように要請したこともありました。こういう結果は当然ご存知ですね。岸田外務大臣。このトルコのこの原子力協力を進めるにあたっては、トルコで地震が発生する可能性、これについては考慮しなければならないと考えております。こうした観点を踏まえまして、トルコとのこの原子力協定におきましては、原子力安全に関する協議を定期的に実施するための規定、こういったものを設けております。他の協定との違いが盛り込まれております。我が国としましては、この一昨年のこの原発事故のこの原因調査の状況、あるいはこの原子力安全への取り組み等について、最新の状況をこのトルコ側に対し丁寧に説明するとともに、原子力安全が確保されるよう協力していかなければならないと考えます。笠井君。問題は今大臣が言われた日本政府の原子力安全に対する姿勢だと思うんです。そこで経済産業省田中政務官をご指定いただいております。原発輸出に関する政府の安全確認制度について伺いたいんですが、この制度は原発輸出に際して、国際協力銀行 JBIC や、それから日本貿易保険といった公的信用機関から融資を受ける条件とされているものであります。その内容は大きく3つあると思うんですけれども、1つは相手国、地域が安全規制を適切に行える体制を整備しているかと。2つ目に、安全確保等の国際ルールを遵守しているかと。そして3つ目に、日本メーカーが輸出機器等の品質確保や、保守、補修を適切に行えるかと。この3項目について、経済産業省が審査をするというものでありましたが、昨年9月の原子力規制委員会の発足以降、この安全確認制度は今どうなっているでしょうか。田中経済産業大臣政務官。はい、お答えいたします。まずですね、この大前提といたしまして、この原発の安全確保であります。これは当該発電所が立地するその国が行うということが、国際的にも確立した考え方であります。一方におきまして、この原発関連資機材のこの輸出に対しまして、公的信用をこの供与する場合、
には、この OECD の定めた公的信用に関するガイドラインに基づきまして、輸出信用を供与する判断の一環として、輸出先国のこの安全確保等への配慮が必要であると考えるものであります。まあ、その上で、我が国の公的金融機関からのこの紹介、これを受ける形で、経済産業省が相手国における安全確保等に関する、配慮の確認を行ってまいりました。まあ、そして、この規制委員会、設置後でありますけれども、この安全配慮の確認が、必要となる案件が、現実においてはなかったため、経産省としてはこの安全配慮の確認を現実には実施しておりません。現在当省におきまして、この原子力規制委員会設置後のこの確認のあり方について鋭意検討を進めているところでございます。委員長。笠井君。そうしますと確認したいんですが、この安全確認制度のうち相手国地域の原子力安全規制などの項目ですね、さっき言った私1番目と2番目ですけれども、これはこれまで経済産業省、旧原子力安全保安院が担ってたと思うんですけれども、その部分はつまりそういう案件があったかどうか別として、今どこが担当するっていうことになってるんですか。経済産業大臣政務官。この件でありますけれども、やはり、経済産業省がですね、中心となって、確認するということに、なります。その内容に関しては今現在、検討中であるということであります。笠井君。今参考文句時旧保安院が担当したけども、今体制上の整備が必要になっているということなんじゃないですか。ちゃんとはっきり経済産業省が今担当していると明言できますか。経済産業大臣政務官。はい。今現在ですね、申し上げたようにこれは経済産業省が、中心となって、確認するという意思であります。ただ、その内規内容に関して、現在は、検討を進めているということであります。笠井君。中心となってというのと内規というのはどういうふうな関係なんですか。今までは経済産業省が担当していたと、今中心となってと内規運用って何がどう変わったんですか。経済産業大臣政務官。今現在でありますけれども、過去はこの原子力規制委員会ができる前は、経産省のこの保安委員の方で、進めていたということであります。ところが、これ規制委員会が発足した後はですね、そちらの方ではやはり、規制する方と推進する方と、これがやはり一緒になることはできないということであります。よって、この件に関しては、経済産業省が、所管としてですね、そうしたものに関して、確認するということであります。それに関して、省の中で、今、どのように内規を進めていくかということに関して、検討しているということであります。委員長。笠井君。要は原子力規制委員会ができてからはっきりした体制になってないということですよね。内規もその他も中心となってっていうけども、なってない、宙に浮いてるって話じゃないですか。これいつまでにしたらそういうことをちゃんと整備するんですか。はい、田中政務官。この期限でありますけれども、これはもうとにかく一日も早くですね、決定できるように、鋭意検討を進めていきたいと思っております。笠井君。この早急に整備すると言われました一刻も早くということですが、案件があった場合に、じゃあそういうことも今ちゃんとした体制がないと、でいつまでに整備するのかも決まってないという話もですね、呆れた話であります。一部で有識者による体制などを検討中とも聞きますけれども、原発輸出推進の立場の経産省がこれまで通り安全確認の実務を担うならば審査の透明性が担保できるのか、こういう問題が出てくると、まさにさっき政務官おっしゃった規制と推進の問題がかかってくると、だから困ってるんだという話だと思うんです。岸田大臣、この原発輸出に際して政府が行う相手国側への安全審査といえば、安全確認と言ってもいいんですけれども、この確認制度くらいでありますが、今そういう点では案件あった場合にじゃあどうするかということについては、きちっとした体制がないと、内規もないということですけれども、そういう状況で輸出だけはどんどん進めてきたという話ですよね。総理先頭に、こんな状態でどうして世界一安全な原発を提供できると
言えるんでしょうか。これ無責任ということになりませんか。外務大臣。まず原子力規制委員会設置後のこの安全確認のあり方については、ただいま答弁にありましたように現在経済産業省において検討しているということであります。ぜひその検討の結果を待ってこのしっかり体制を作りその結論を持ってこの事業は進めていくべきだと考えております。それも含めて我が国としましてはこの原発事故を経験した国として経験と教訓を国際社会と共有する、我が国のこの原子力安全におけるこの高水準のこの技術をしっかり国際社会と共有して貢献していく、こうした責任を果たしていくべきだと考えております。笠井君。今大臣意味軸もやったんですが、この安全確認のあり方は検討中だと、引き続きこれやっていくって話なのに、それは検討中なのにどんどん売り込む話だけはどんどん進めてやってるわけですよね。で協定まで結んでやってると、これ本当に国際的に見たら無責任だというふうに言われる、こういうことだと思います。問題はこの安全確認制度の問題だけではありません、だけではありません。経産省政務官に引き続き伺いますが、政府はこのトルコの原発建設予定地のシノップでこの断層調査を行っていますが、その事業名とから委託金額、委託先の企業名はどこになっているでしょうか。委員長。経産大臣政務官。はい、お答えいたします。事業名は平成25年度原子力海外建設人材育成委託事業であります。その委託金額、これは11億2000万、委託先企業名は日本原子力発電株式会社であります。委員長。笠井君。今専門家が言われたこの原子力海外建設人材育成委託事業というのは、これ目的はどういう目的でしょうか。経産大臣政務官。お答えいたします。これはですね、海外のこの建設機械、これを活用した我が国の人材の育成、我が国技術の導入国の安全向上に向けた技術的貢献等の観点より、地震度評価等をですね、実施していくということであります。笠井君。この経産省が提出した委託契約書によりますと、今言われました日本原電1社と契約を締結をいたしております。この企画競争ということでこの随意契約の一種によるものでありますけれども、この募集要項を見ますと、委託先企業の選定にあたっては第三者の有識者で構成される委員会で審査を行い決定するというふうにありますが、この委員会は何回開催されました。また委員会の構成メンバーは何名で、その氏名役職はどうなっているでしょうか。委員長。経産大臣政務官。はい。この委員会の開催数でありますけれども、それは1回であります。この委託先のですね、選定先、これは先ほどから委員がこういうおっしゃるようにですね、外部の有識者によるこの評価を踏まえて選定されているというものであります。この外部有識者の人数でありますが4名であります。また氏名役職等のこの情報についてでありますけれども、これは特定の個人、これを識別することができるものであります。またこの採択の理由等についてはですね、公正であるべき公募手続きにかかる意思決定の中立性ということが不当に損なわれるということが恐れがあるということで、ご理解を答えに関しては差し控えさせていただきたいと思っております。笠井明君。氏名役職含めてなぜ隠すのかと、日本原電を選んだ委員の氏名役職など最低限の情報すら開示しないのでは、この企業選定が本当に
今政務官言われた公正中立にやられたかどうかっていうのは確認しようがないんじゃないですか。どうですか。経産大臣政務官。今も申し上げましたが、この氏名ですとか、役職に対する情報についてはですね、やはりこれは特定の個人、これを識別できるものであります。いずれにしましてもこれ、政府が保有するこの情報については、情報公開法に従いまして、関係企業の競争上の地位、その他、正当な利益、これを害する恐れがないか、こういうものを踏まえながら、適切に開示はしているものであります。委員長、笠井君。じゃあ伺いますけれども、この委員というのはどのような基準や方法で誰が選び任命したんでしょうか。田中経産大臣政務官。はい、お答えいたします。経済産業省におきましては、この平成18年度の財務省通達があります。公共調達のこの適正化についてというものを踏まえまして、企画競争の提案、こういうものに関しましては原則外部有識者だけで審査をするということでになっております。この外部有識者の選定に関してはそういった基準をもとにですね、経産省の方で選定をしているということであります。笠井君。この支出計画書というのを見ますと、日本原電は委託額11億2000万円のうち約9億円、実に 80% を3つの企業に再委託しております。受注業務の大半をいわばこの丸投げしている、そういう疑いもある。再委託先の企業名とそれから契約金額はそれぞれいくらになってますか。田中経産大臣政務官。はい、お答えいたします。日本電源がですね、原電が、どのようなこの再委託、これを行っているかにつきましては、公にすることによりまして、当該法人の権利ですとか、競争上の地位、その他正当な利益、これが害する恐れがあることから、お答えは差し控えさせていただきたいと思います。委員長、笠井君。このなぜ公表できないのかと思うんですけれども、この経産省が提出した日本原電の企画提案書の別点の4というのがここにありますけれども、実施体制のページ見ますと、この大半が黒塗りにされておりますが、その中で、3社のうち1社は、トルカで、原発を受注予定の、三菱重工業のグループ企業、ダイヤコンサルタントと、ここに書いてあります。こう書いたんじゃないですか。違いますか、これ。これ、経産省の文書でもらいましたけど。経産大臣政務官。はい、その件についてはまた、改めて確認をさせていただきたいと思います。笠井君。いや、これ、経産省からもらったんで、ちょっと確認してもらえますか。田中政務官。はい、その通りであります。その通り、はい、笠井君。あるってことですね。それで、それ以外の2社については、ちょっとどうですか。田中政務官。すみません、今ですね、ちょっと手元にないもので、その確認、お答えすることができません。委員長、笠井君。ですね、経産省の別の文書で行政事業レビューシートというのがありますが、例えばベトナムと原子力協定がありますが、これに関する実行可能性調査などでは、資金の流れとして再委託先の企業名や契約金額、契約方式をおおよそこういうふうに公表しているわけですね。企業名も書いてあります。なぜトルコの場合はこれ言えないというふうに隠すんでしょうか。おかしいんじゃないかと思うんですが、どうですか。経産大臣政務官。レビューに関してなんですけれども、それはこれからですね、実際に実施する事業であるからということであります。レビュー。笠井君。レビューはやったけど、これからやるものは言えないってことですか。
田中政務官。今の委員がおっしゃっておりますこのトルコのシノップ原発事業でありますけれども、これは平成25年度というこの委託事業ということであります。まだ事業自体がですね進んでないということでレビューの方は未だに出てないということである。笠井君。でもそれもおかしいんですよね。だって3社あるって書いてあって、1つは株式会社ダイヤコンサルタントって書いてあるんです。これ黒塗り外して出てるんですよ。で2つはなんで隠すのかっていうのが私理解できないんですけど、このダイヤコンサルタントはよくて他は隠さなきゃいけないという理由があるんですか。田中政務官。その点に関しましては今ちょっと手元に資料がないものでまた改めて確認をさせていただきたいと思います。委員長、笠井君。この問題今日質問するって通告でこの問題について具体的に伺いますということで政務官経産省を通じて昨日も深夜になりましたけれども、大体委員会決まったのが遅かったんでお伝えしてあるんで、この確認できないとかって言われて基本的な話なんですよね。分からないんですか。田中政務官。今何度も申し上げますけれども手元に資料がなくて確認することができません。今お答えすることができません。改めて確認をさせていただきたいと思います。笠井君。これいつまでにどう確認して答えていただけますか。田中政務官。取り急ぎ今週中にでもすべて確認をさせていただきたいと思います。笠井君。この日本原電といえば原子力規制委員会がこの活断層と認定した敦賀の原発直下の活断層をこれは活断層ではないと主張し続けているようなところであります。そこに結局事実上の随意契約という形でやって、そこから3社に再委託しているという形でやってて、3社のうち1社は三菱重工の関連企業だと、でもう2社についてはこの黒く塗ったままという状況でありますが、岸田大臣ね、これちょっと本当に不透明っていうか分かんないんですよね、私も。でそういうような企業に、事実上、企業、随意契約と、規格競争ということで、あたかも競争性があるかのように言ってますけれども、そういう形で断層調査を委託していると。にもかかわらず、その選定に関する最低限の情報も公開しないと。これではですね、安全とか信頼とか、こういうことを内外に確保できないんじゃないですか。これ大臣に聞いてらっしゃって、いかがお考えでしょうか。岸田外務大臣。まずご指摘のこの契約の中身につきましては今やり取りの中でありましたように、経産省の方からまた一度確認をして、報告されるものと存じます。ただ一つ基本的に思うこととしてですね、シノップ原発のプロジェクトについてはこの安全性につきましてはこの一義的にはこれトルコ政府がこれは の責任において判断する事項だと考えております。そしてシノップ原発については地震について、トルコ政府、その自らの国内の地震の危険度5つのカテゴリーに分類しているわけですが、このシノップこの地域のうちこの原発建設が計画されているこの国海沿岸、これ危険度の低い方から数えて2番目に属するというふうにこの判断しておりますし、津波につきましてもこのシノップ地域の面する黒海沿岸で津波が発生した記録はないということのようであります。そして併せて国内のさまざまな規則がこのトルコの国内において整備をされており、IAEA の安全基準等もこの考慮されている。またトルコ政府はこの EU と同じ方式のストレステストを行っている。こうした努力をされておられます。我が国としましてはこうしたトルコのこの判断そして要請に基づいて我が国の持つこの世界最高水準の安全性を有する技術をしっかり提供していきたいと思っておりますし、合わせてこの人材育成ですとか、あるいはこの制度構築、こうした基盤整備についても、しっかりと支援をしていくことが重要だと考えております。こうした考えに基づいて、協力をしていくのが我が国のこの原子力安全に貢献する、立場だと
考えております。笠井君、まあ、今大臣が言われたんですが、安全確認やるのは大臣じゃないんで、あの大臣も言われたみたいに、あの原子力安全条約でも原発の安全確保というのは当該原発が立地する国の責任とされて、その前提の下で冒頭質問してただしたみたいに、昨年9月まではその経産省で安全確認やったけども、今それが体制が整備中という話であり、なおかつ契約の内容がわからない、不透明と、公開されてないという問題だというわけで、そういうことでトルコへの原発輸出なんかを進めるということは絶対あってはならないと、直ちにやめるべきだと思います。最後に委員長にお願いですが、トルコの原発建設予定地にかかる経産省の活断層調査業務で日本原電を選定した第三者の有識者で構成される委員会の氏名や役職、再委託先の企業と請負金額に関する資料の提出を求めたいと思います。理事会で協議をお願いします。申し出については理事会で協議したいと思います。